ホットスポット、ホットスポット、ホットスポットとは、プレート、リソスフェアより、下のアセノスフェアに生成源があると推定される、マグマの火山活動が起こる場所を言う。マントル本体も、その上昇流であるプリウムも固体である。マントル上昇によって、温度を保ったまま圧力が減少するので、マントルに部分的な溶融が起こり、マグマが発生する。溶融量は、 通常10%未満である。1990年代まではほとんど位置を変えることはないと考えられていたが、J.A. タルドゥーノーラの天皇宮まれつに関する研究により、ハワイホットスポットが約8000万年前から5000万年前の間に、南に約 1700km 移動した可能性が指摘された。以下の記述は、 ホットスポットが不動点であることを前提としている。プリウムテクトニクス仮説によれば、地学でのホットスポットとは、マントル内の上昇流、ホットプリウムの先端が、プレートを突き抜けて地表に現れた、火山活動地形とそれに起因する地の高温現象を、指す。大陸プレートよりも、比重の重い海洋プレートは、沈み込みたいでマントル内へ入り、スラブ、A、スラブと呼ばれる。 しかし、およそ深度 670km よりも深いマントルは、周囲の熱と圧力に結晶構造が、ペブスカイト症に遷移して密度が高くなる。するとスラブは、周囲よりも比重が軽くなるためそれ以上沈み込みづらく、ここで一時滞留した、スタグナント、A、ストアグネント、ヨドンダノイスラブとなる。大量に滞留したスタグナントスラブの一部は、相転移して密度が上がり、 その重くなったスラブは分裂し、マントル内の下降流、メガリス、コールドプリウムとなって、下部マントル内に沈んでいく。コールドプリウムの挙動が対流となり、核に近い高温のマントルが上昇に転じて、ホットプリウムが発生する。大規模なホットプリウムの上昇流は、地表へ達すると、中央海嶺を形成して水平に拡大し、新たな海洋プレートの成因となる。 しかし小規模なホットプリウムは、プレートの水平道とは連動しない立した熱源として止まることができる。これを地学でのホットスポットと呼ぶ。ホットスポット上のプレート上には、プレートの動きの方向に沿った火山列を形成することになり、また動きの遅いプレートでは、局所的に大規模な火山を形成する。ホットスポットの地球科学上の意味は、 マントル内部のプリウムテクトニクスが地表に顔を出したものである他に、プレート運動の証言者という意味がある。ホットスポットの典型例として挙げられるのは、ハワイ諸島及び天皇宮間郡である。ハワイ諸島及び天皇宮間郡は、アリューシャン列島とカムチャツカ半島の付け根部分から、ハワイ諸島まで、区の字を横倒しにしたように並ぶ古い海底火山、宮間と火山島の列であるが、 北端では7000万年前、宮間列の折れ曲がる北40度付近では4200万年前であることが判明している。つまり北から順に古い海底火山、宮間と火山島が並んでいることが証明された。このように岩石の年代からホットスポットの奇跡が描かれていると考えられる場所は世界で20カ所ほどあると考えられている。ミンスターはそれらのホットスポットの跡のある場所が プレートの動く方向と一致しているか検証したところ、ほぼ一致するという結果が得られたばかりか。太平洋プレート、ココスプレート、ナスカプレート、インドプレートの動きが、他のプレートの動きよりも、早いことまで判明した、ミンステレット、ある、1974。反面同時に、ハワイ諸島及び天皇宮山群が、ホットスポットによって生成された海底火山が、火山島となり、 プレートの移動によって活動をやめベルトコンベアーに乗せられたように順次北西方向に連なる宮山となって海底に眠っていることも証明された。ホットスポットの発生は大陸の移動には影響されないがホットスポットがプレート内部で多く発生することによって大陸移動の契機になりうると考えられている。つまりホットスポットができるとプレートに放射状に3方向へ 割れ目ができるが、そのようなホットスポットが多数あることによって、割れ目同士がつながり、中央海嶺の成因になるということである。実際、現在の大西洋中央海嶺は、ホットスポットと重複している場所が多く確認されており、アフリカの大地交代もアフリカスーパープリウムの地表部をなすホットスポットであり、巨大な割れ目となって大陸が分裂し、将来的に、 中央海嶺が形成されるだろうと考えられている。ホットスポットの種類は大きく分けて2種あると考えられる。地震波トモグラフィーの画像によって南太平洋の海底の下のマントルが非常に高温であることとその高温域がハワイに枝状につながっていることが明らかになった。つまりタヒチは南太平洋の高温域であるカブマントルのスーパープリウムが 部分的に地表に直接的に現れた姿であり、ハワイはスーパープリウムの影響を受けつつ、上部マントルの第三次ホットプリウムが表出したものであると考えられるようになった。このタヒチ型とハワイ型の違いは地震波トモグラフィーの画像の他に双方の火山噴出物の違いからも明確である。ハワイで噴出する玄武岩は 地表からの深さ2 0 0トルよりも浅い、海嶺玄武岩元になる物質と、2 0 0トルよりも深い、主限的とも言うべき、マントルの物質の混合物であるが、タヒチのそれは、鉛の極端に少ない玄武岩で、資源的なマントルの物質が噴き出したものである。タヒチの他には、セントヘレナが知られている。タヒチの噴出物である玄武岩に、 鉛が少ないのはプレートが沈み込む段階で、鉛が失われるという説と、核に鉛が吸収されるという説があるが、実際にはその理由はわかっていない。一方、ホットスポットには多様な形状が見られる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。